5時10分です今日のニュース7項目をピックアップして国際政治学者藤井元気さんと解説していきます後半戦まずはこちらから中国珊瑚密漁漁船の破壊を明言読売新聞の取材で明らかになったものですが えー、小笠原諸島の周辺海域などで希少なサンゴを中国漁船が密漁している問題で浙江省の漁業管理当局の幹部は昨日サンゴの密漁漁船数十隻が日本の海域に出ていることを認めまして戻れば厳しく処分し再発防止のため漁船を破壊すると明言しましたただサンゴを採取した密漁船は漁港に戻ることは少ないと <laughs> 摘発が極めて難しいのも事実だと。 いうことでなんかまあそういう言うだけってやつですね。ということなんですけどね、はい、あの先ほども申しましたけどねあの南シナ海に対してすごくこう全,、まあ、全南シナ海をほぼ自分たちの了解化しようということで、はい、まあ大変攻撃的なあの態度を取ってますねチャイナはね。えー で本当に満潮になったら頭が出てない水の上にその、はい、水上部分がないところっていうのは下にあのその岩礁とかあってもね、うん、これはどんなに埋め立てても島じゃないんですよ、はい、だけど、そのことはお構いなしそこはもうどんどん軍事基地化しちゃう、うん、それから最近では、ね、それがまあ東シナ海にも同じようなことをやろうとしてるしそのターゲットが尖閣だし、はいでえー、小笠原まで来たと,、うんえー、ということはね一つはねこれは海上民兵っていうものを作ってるんですね。はい <今>海上民、ええええ、あの中国共産党政権は、はい、これはね漁民をねに若干の,その軍事的なトレーニングを与えて、はい、それで兵隊さんの代わりにしようっていうことですよ。あの船を動かすっていうのは技術が要りますからね、はい、そすぐにその水兵さんいっぱい作ろうと思ってうまくいかないとだから漁民で船を操縦することに慣れてる人たちに逆に鉄砲を持たせようということで、はい、これは非常に怖いこれはね南シナ海でもう活,活躍してるんですね<ー>で。そういった人たちが この小笠原に来てる可能性もあると、はい。それからあの日本の。 お大変手薄ですから海上保安庁はね、えー、今あの、本当に尖閣だけでも大変なんでこっちの小笠原まで来たらね人手が足んないですよ、はい、もう過剰労働で大変だと思う、そういう意味の陽動作戦ではないかなともお思,います思いますしね、はい、あのそれから、そこからですねそのお福建省、チャイナの南の方ですから、えー、ここから小笠原来て戻ると、ね、300万ぐらい燃料代がかかるというんで<ー>これは向こうの漁民にとって大きな。 非常に大きな負担だと思いますね<ー>それをね、私はね、共産党がバックでお金出してるんじゃないのかなとして、日本に対してまあこういう嫌がらせというかね、はい、そういう圧力をかけると<ー>で、それこそあそこで上陸でもしてるときに、同時にね、えー、尖閣に上陸が始まっちゃったら、はい、ねこれはあの兵隊さん、じゃ表向きは兵隊さんじゃないし、日本側はね武器を使うということも非常にためらわれるでしょう、そのうちにどん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 人がね入ってきちゃったらね、はい、これはもう竹島化するのを防ぐことができないかもしれない、うそういうことは非常に心配なんですけどね。 うんあの表向き言ってることが信じられないのは事実で海上保安庁ももっともっとこう予算をつけて船の数や人間も増やしてあげないといけないですよねこれ海保で手が余るということになると自衛隊が例えば海上警備で出るとかそういうことも視野に入れた方がいいんですかねとりあえず必要だと思いますあの日本っていう日本を守るっていうことはねまあ領空ということもありますけど日本島国ですから海守るってことなんですよねでこれはあの 離れ,離れた島とかずいぶんあります、はいえー、そういうとろもそれはお金がかかるけどね、陸上自衛隊がいなきゃいけない、要するに国境警備ですね、うんうん、やんなきゃいけないだろうしね、はいえー、これ、シーレーンという大事な問題もある、日本は貿易で飯食ってますから、はい、飛行機もありますけれども、大部分のものはね、えー、海から来るんですね、して海を経由して輸出するんです、うん、シーレーンが守れなければ、日本は守れないんですね、うん、領海だけ守ってりゃいいってわけじゃないんです、はい、その意味でも、ちょっと意識変える必要があると思うんですがね。うんうん では続いて、えー、5つ目こちらです。